ては俺は。もう待ったはなしだ、柱間。まずい、このままでは。木遁、木分身の術。やるぞ、サスケ。あれってば、木陰のおっちゃんたちか。3人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今、俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ、扉間。サルトビ。おお。を望むだ。だがそれはできない。失敗は許されないのだ、この世界では。サルよ、おやつとは見えているものが違う。私は通じるぞ。一匹一匹が重い。忍びの狩りともあろうものが、この程度で音を上げるのか。まだまだ。そうでなくてもう少し力を試させてくれ。佐藤を背負う木陰の拳がこれほど軽いものだったのだ。納得したよ。その程度だから失敗したのだ。無心とはいえ、わしら三人を相手に。こいつ、木陰ともあろうものが三人集まってこの程度か。もう気づいてるんじゃないか。この戦いが無駄なことに。この感じ間違いない。やつは抜けはできないか。だが何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ、まずい、過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかし、あの男、厄介な相手だぞ。俺は今、忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのは火影のはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか。先生、あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死が火影でよかったよ。おかげで火影を諦められた。確かにあの時
すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前が、おかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから、木ノ葉の誰より、任界中の誰より、オビトなんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ行こう。絶対に諦めねえ。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。